はい、どうも皆さん、こんにちは、カンタです。今日は各球団目玉選手のグランドオープンでの能力変動、能力アップダウン予想をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということでやっていきます。能力がほとんど変わらない選手は紹介を飛ばしていきますのでご了承ください。まずはオリックス杉本選手、昨年の成績が105試合に出場し、打率2割3分5厘、ホームラン15本、51打点となっています。能力はダウンと予想します。パワーエイは切ってくるのが濃厚でしょう。続いて山岡選手、昨年の成績が22試合に登板し、6勝8敗、防御率 2.60 となっています。能力はアップと予想します。防御率が改善したので QEA に期待したいところです。続いて森選手、昨年の成績が105試合に出場し、打率2割5分1厘、ホームラン8本、38打点となっています。能力はダウンと予想します。ミートエイは切ってくるのが濃厚でしょう。続いてソフトバンク柳田選手、昨年の成績が117試合に出場し、打率2割7分5厘、ホームラン24本、79打点となっています。能力はダウンと予想します。大きく落ちることはありませんが、オールAは切ってきそうです。続いて今宮選手、昨年の成績が130試合に出場し、打率2割9分6厘、ホームラン7本、47打点となっています。能力はアップと予想します。3割近い打率なので、称号でミートAは狙えてきそうです。続いて藤井選手、昨年の成績が55試合に登板し、防御率 1.12 となっています。能力はアップと予想します。来年から先発転向となるので、先発で使う方が増えるかもしれません。続いて西武水上選手、昨年の成績が60試合に登板し、防御率 1.77 となっています。能力はアップと予想します。タイトルも獲得したので QEA に期待したいところです。続いて平選手、昨年の成績が61試合に登板し、防御率 1.56 となっています。能力アップと予想します。来年から先発転向するため、先発中継ぎ抑えの全ての適性がつきそうです。続いて楽天島内選手、昨年の成績が142試合に出場し、打率2割9分8厘、ホームラン14本、77打点となっています。能力アップと予想します。すでにベストナインで能力が修正されており、デフォルトミパ同値が期待できそうです。続いて田中選手、昨年の成績が25試合に登板し、9勝12敗、防御率 3.31 となっています。能力はダウンと予想します。そろそろオールAを切ってもおかしくない印象です。続いてロッテ松田選手、昨年の成績が52試合に登板し、防御率 3.29 となっています。能力はダウンと予想します。若干防御率が悪化したので、 QEA をキープできるのか注目です。続いて佐々木選手、昨年の成績が20試合に登板し、9勝4敗、防御率 2.02 となっています。能力アップと予想します。もともと QEA には乗っているので、リアタイで使える球種になってほしいところです。続いて日本ハム加藤選手、昨年の成績が22試合に登板し、8勝7敗、防御率 2.01 となっています。能力アップと予想します。ただ完全制球型にはなりそうなので、ゲーム的には厳しそうです。続いて松本選手、昨年の成績が117試合に出場し、打率3割4分7厘、ホームラン3本、44打点となっています。能力アップと予想します。ただすでに能力には結構反映されているので、大きな変動はなさそうです。続いてヤクルト田口選手、昨年の成績が45試合に登板し、防御率 1.25 となっています。能力アップと予想します。防御率がかなり良くなったため、 A 能力を狙える値にはなりそうです。続いて村上選手、昨年の成績が141試合に出場し、打率3割1分8厘、ホームラン56本、134打点となっています。能力アップと予想します。ベストナインですでに能力修正がされているので、その値のマイナス1できそうです。続いて山田選手、昨年の成績が130試合に出場し、打率2割4分3厘、ホームラン23本、65打点となっています。能力はダウンと予想します。パワーAは残るので、ゲーム的には影響ないでしょう。続いて DeNA 山崎選手、昨年の成績が56試合に登板し、防御率 1.33 となっています。能力アップと予想します。かなりいい防御率のため、 A 能力に期待したいところです。続いて今永選手、昨年の成績が21試合に登板し、11勝4敗、防御率 2.26 となっています。能力アップと予想します。かなりいい成績のため、デフォルト A 能力に期待できそうです。続いて伊勢選手、昨年の成績が71試合に登板し、防御率 1.72 となっています。能力アップと予想します。フル回転で1点台の防御率のため、 QEA には期待したいところです。続いて阪神西勇輝選手、昨年の成績が23試合に登板し、9勝9敗、防御率 2.18 となっています。能力アップと予想します。総合でオール A が狙える能力にはなってほしいところです。
続いて湯浅選手、昨年の成績が59試合に登板し防御率 1.09 となっています。能力アップと予想します。素晴らしい防御率のためデフォルト QEA に期待したいところです。続いて巨人戸郷選手、昨年の成績が25試合に登板し12勝8敗防御率 2.62 となっています。能力アップと予想します。すでにベストナインで能力は上がっていますが2桁勝利かつ防御率もいいので A 能力に期待したいところです。続いて岡本選手、昨年の成績が140試合に出場し打率2割5分2厘ホームラン30本82打点となっています。能力はダウンと予想します。パワー A は残るのでゲーム的には影響ないでしょう。続いて大勢選手、昨年の成績が57試合に登板し防御率 2.05 となっています。能力アップと予想します。すでにベストナインでも能力が修正されました。新人王も獲得したのでこのままデフォルト QEA に期待したいところです。続いて坂本選手、昨年の成績が83試合に出場し打率2割8分6厘ホームラン5本33打点となっています。能力はダウンと予想します。実績はありますがパワー A を狙える値になるのか怪しいところです。続いて広島大瀬良選手、昨年の成績が23試合に登板し8勝9敗防御率 4.72 となっています。能力はダウンと予想します。防御率的に制球スタミナ A が怪しいところです。続いて中日ロドリゲス選手、昨年の成績が56試合に登板し防御率 1.15 となっています。能力アップと予想します。素晴らしい防御率なのでベストナインでもすでに能力修正が入りました。このまま QEA は固いでしょう。続いてビシエド選手、昨年の成績が129試合に出場し打率2割9分4厘ホームラン14本63打点となっています。能力はダウンと予想します。少しホームランが少ない印象なのでパワー A を切りそうです。続いて中日柳選手、昨年の成績が25試合に登板し9勝11敗防御率 3.64 となっています。能力はダウンと予想します。デフォルトオール A は切ってきそうです。目玉選手の能力アップダウン予想は以上となります。各選手の状況は把握できたでしょうか。グランドオープン後の能力はかなり重要となってくるため甘めの査定を期待したいところです。グランドオープンを楽しみに待っておきましょう。この情報が良かった方はぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて日付変わって撮影している10日3時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、強敵が出た分だけコストにエナジーを割って進めている自分のイベント進捗状況としてはご覧の通りとなっています。期間内にレベルアップを1回しており、コスト回復に9エナジー使用している状況です。余裕を持って累計は終わるでしょう。進みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日は日曜日ということで毎週恒例のやるべきこと動画を上げる予定です。来週のイベントガチャなどを予想していきますのでよかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。